こんにちは、メランです。今回はキスマイフット2さんについて、これからの活動や課題、これから起こりうるリスクなど占っていきたいと思います。キスマイさんですが、この間北山くんが正式にジャニーズ事務所さんを退所されることが発表されていましたよね。キスマイさんのデビュー日である8月10日とかけて夜の8時10分にメンバー全員のブログが更新されていることも印象的でした。それぞれの思いが綴られていたようですが、北山くんのブログではみんないいやつだからさ、よろしくねって書いてあったようで、最後までキスマイさんのリーダーとして北山くんが引っ張っていく姿に、かっこいいなと思いました。私の占い結果ではどんな運勢が出るのでしょうか。それでは占いに入る前に、いつもの前提になるですが、あくまで占いですので、占いからわかる観点で皆さんにメッセージをお伝えしていきます。内容を保証するといったものではございませんので、あらかじめご了承ください。鑑定に入っていきます。カードを並べてみました。これから展開していきます。過去、現在、未来、そしてキスマイさんの課題、そしてメンバーの本心と建前の気持ち、キスマイさんへのアドバイス、周りの人たちの気持ち、これからの可能性、結果といった感じで占っていきます。明るいカードがいくつも出ていることが印象的です。これは忖度抜きにキスマイさんの未来が明るいということを象徴としています。というか、いろんな方のことを、私のチャンネル内で占っていますが、こんなに明るいカードがたくさん出ているのも久しぶりだなっていう印象を受けますね。これからカードを1枚ずつ説明していきます。まずは過去のカードからです。過去のカードでは太陽というカードが出ました。このカードはズバリおなじみがキーワードのカードになります。他にも安定、成長、成功というキーワードがあります。このカードが過去の位置に出ていますので、キスマイさんって昔からおなじみで安定的なグループだったと思うんですよね。お茶の間でも親しみのあるグループだったと思います。皆さんにとって、あ、この歌聞いたこともあるという曲もたくさんあったと思います。それだけキスマイさんが紡ぎ上げてきた歴史が長いからこそ、この太陽というカードが出たんだと思います。それぞれのメンバーがジュニアの頃から、成長していって、大人になった証がこのカードに刻まれています。そしてこの太陽というカードはマルセイユタロットというカードでは、子供が2人描かれているんですよね。このライダータロットでは1人だけなんですけど、昔のカードだと双子で描かれているんです。これは個性を象徴としています。メンバーが子供の頃から成長して個性派揃いのグループになったということをこのカードが示しています。個性を発揮できる場所がキスマイさんというグループであるということをこのカードが暗示しています。そして現在のカードでは、ワンドのナイトというカードが出ました。このカードは勇敢で冒険好き、そして勢いのある状況を意味しています。今まではデビューしてからずっと7人でいることが安定的でおなじみだったと思います。そこで北山くんが旅に出ようと決心したことでこのカードが出たんだと思います。それにこのコードカードというカードは重要なキーパーソンを意味しています。北山くんという重要なキーパーソン、リーダーが動き出したことによって、
これからのキスマイさんに変化がもたらされることを暗示しています。そして未来の位置にはカップのエースというカードが出ました。このカードは新たなアイデアが想像できるときに出るカードです。このカップのエースというカードがアーティストさんに出るときって非常にいいことだと思うんですよね。クリエイティブでイマジネーションが膨らんできます。キスマイさんはこれまでになかった新しい活動を進めていくと思います。それにこのカードは友情というキーワードもあります。それぞれの絆が強まっていくと思います。北山くんともそれぞれのメンバーが関わる機会もこれからあると思いますし、キスマイさんとしてはさらに大きく発展していかれるのではないかと思いますね。そしてこれからのキスマイさんの課題の位置には星の逆というカードが出ました。このカードは少々辛口な解釈になるのですが、だらしがなかったり楽観的すぎる時に出るカードです。キスマイさんは北山くんが抜けたことによって当選する方がいなくなってしまうのではないかなと思います。キスマイさんというグループが個性派揃いだと過去のカードの位置に出ていましたが、その個性派なメンバーのことをまとめていく人、仕切っていく人がいないと課題の位置に現れています。さらにこのカードはなんかいいことないかなって思っている時にも出るカードなんですよね。基本的にこの星というカードは幸運でラッキーなカードになります。恵まれた環境の中で成功している解釈になるのですが、今回逆の位置で出てしまっていますので、北山くんがいた環境に、メンバーの方があぐらをかいていた可能性がありますね。今回この星というカードが逆の位置で出ていますので、そう解釈させてもらいました。ないものねだりに、なんかいいことないかなって思っているだけでは、グループとしていいものは作れないと思うし、誰かが動かないと、キスマイさんに、まとまりがなくなってしまうと、このカードに暗示されています。そしてメンバーの本心の位置には、カップの8の逆というカードが出ました。このカードはズバリ、未練がキーワードのカードになります。このカードが正しい位置に出ていたら、次のステージに進むことを恐れずにいたり、すっきりした気持ちでいることを意味するのですが、今回逆の位置で出てしまっていますので、北山くんが、脱退されることに関して、後ろ髪を引かれる思いでいるメンバーがいらっしゃるんだと思います。何か自分にできることはなかったのかと、後悔しているメンバーがいらっしゃるのかもしれないですね。ただ北山くんは冒険の旅に出てしまいましたので、その後悔はこれからのグループの課題になってくるとこのカードに暗示されています。そしてメンバーの建前の気持ちの位置には女教皇の逆というカードが出ました。このカードは辛口な意味になってしまうのですが、思うばかりで行動することができなかったり、孤立した考えになってしまったり、自分ばかり敏感な考えになっている時に出るカードです。この女教皇の逆というカードは、独りよがりがキーワードのカードになりますので、もしかしたら北山くんもその状態に温度差を感じながら話し合いをされてきたのかなと思いますね。そして、キスマイさんのアドバイスの位置にはソードの8の逆というカードが出ました。このカードは思い込みをなくすこと、そして今ある考えや固定概念を変えることという解釈になります。メンバーの建前の気持ちの位置に思うばかりで行動することのできないカードが出ていましたが、これからは協調性を持って、
メンバーそれぞれが譲り合って自分たちの考えをまとめていかなければいけないのかもしれないですね。課題の位置にも出ていたように、誰かがメンバーのことを引っ張っていく存在にならないと、あるいはメンバー一人一人が意識をしていかないと保守的な活動になってしまうと、このカードに暗示されています。またタロットカードを研究していたクローリー先生、ウェイト先生は、このソードの8の逆のカードのことを共通して予期しないことと解釈しています。メンバーの方はこれから起こりうるリスクを考えて行動しなければいけないのかもしれないですね。今まで通りの考え方で居続けてはいけないという解釈になります。今のグループを安定して続けて来られてきたのは、北山くんというキーパーソンがいたからだよとカードに暗示されているように思いますね。メンバーそれぞれが考え方を変えていかなければいけないことを意味しています。そして周りの人たち、ファンの人たちの気持ちの位置には、ソードの5というカードが出ました。このカードには、喪失感、不安、落胆というキーワードがあります。ファンの方たちは、どうにかして、7人で、いてほしいと思われた方が多いと思うので、このカードが出たと思います。これからのキスマイさんはどうなっていくのかなと不安に思われている方が多いと思いますね。これからはどうやって応援していこうって思われている方が多いと思います。北山くんがいなくなったことに対して喪失感が非常に大きいと思いますね。そしてこれからの可能性の位置には愚者というカードが出ました。このカードは自由で開放的で、ここから何かが新しく始まることを意味しています。この愚者というカードは0番のカードになるのですが、また0から何かが始まるという解釈になります。ここで金貨の8や金貨のナイトのカードなどが出ていたら、慎重になって、メンバーが考えてこれからのことを進めていくんだと思いますが、ここで愚者のカードが出てしまうのもキスマイさんのグループらしいなとは思います。何も考えずに、新しいことを始めていこうとするんだと思いますね。今回正しい位置に出ていますので、自由に無計画に行き当たりばったりに活動を進めていくことがキスマイさんの良さでもあったりすると、このカードが肯定しています。これまで、そういった形で、安定してきていたと過去の位置にも出ていましたので、結果的にはそのような形で進めていっても大丈夫だとはこのカードに暗示されています。ただ北山くんが脱退されると決まった今、メンバーそれぞれの考えを変えてみてもいいんじゃないってアドバイスには出ているんですけどね。そして結果の位置にはカップの3というカードが出ました。このカードでは仲良く一緒にいられることができたり、楽しく活動することができると暗示されています。北山くんが脱退されてからもメンバーは楽しく活動ができるみたいですが、少し残酷だなと私は思っちゃいました。北山くんとしては仲良しごっこではいけない、グループとしてもっと高みを目指していかなくてはいけないと思われていたんだと思いますが、結果的にどんちゃん騒ぎ、宴のカードが出てしまいました。自由で開放的なカードやイマジネーションあふれるカードが出ていたので、第一印象としては明るい未来が待っていると思いましたし、そうなっていくと思います。ただ北山くんが熱すぎたのかもしれないですね。北山くんのグループに対する理想像がメンバーにとってはハードルが高かったのかもしれないですね。
このカップの3というカードは、悪く言うと慣れ合いの意味を持ちます。メンバーが切磋琢磨し合って、もっと大きなグループにこれからはなっていけるといいなって思いました。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。今回明るいカードがいっぱい出ていたことはすごく印象的でした。北山くんが脱退ではなくて卒業という名目で、グループを抜けることに、ついても納得のいく、カードの出方をしているなと思いましたが、少し、残酷だなとも最後は思いました。いずれにしても北山くん、そしてキスマイさんのグループがもっと大きくなっていくことを願います。それではこの動画をご覧いただいて、私に個人鑑定をしてもらいたいと思われた方は、概要欄に詳しい詳細が載ってありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。